さて内友さん、はい、今回は BMW の東京ベイにやってきております。新型ミニ乗ってくださいということだったんで、ミニクーパー C 試乗してみたいと思います。思います。はい、じゃあ早速ちょっとエンジンかけたいんですが、はい、エンジンのこのスイッチの場所が、そうなん、ちょっと待ってください。なんで藤友さんエンジンかけないのかなってずっと僕は思ってたんですけど。そうなのよ。ここですね。見て、ちょっとここさ、ぼんやり光ってるの分かる？あ、本当だ。もう今にもかけてかけてとこうせがんでるみたいに見えるんですけど。もう夏終わってますけど、ホタルみたいですね。そう。で、ブレーキ踏んでこのように回します。はい、かかりました。なるほど。いいですよね。うーん、なんかやっぱりね、ミニって、まあ、最近プッシュスタートっていうのが多いんだけど、そうですね、なんかこうちゃんと儀式的に捉えてんだよね。そうですね。ね、今までのミニ継承してる感じもある、うん、でもなんかつるんとしてません？そうなんだよね。なんかトゥルンっていう感じそうそうそう、なんか無駄なこうね、もう、まあ、今までも綺麗なデザインだったんだけど、うん、なんかだんだんそれがこう進化してる感じがしますね。そう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 。じゃあ早速シフトと思ったら、ここについてます。ここについてました。シフトもここについている。はい、もうシフトバイワイヤーだよね。そうですよね。もうこれをこうやってコキンとやると、うん、今ドライブレンジに入りました。あ、こうなってんのか。ここにあるってことは小スペースになるわけじゃん、うんうん、で見て見て、いろいろ見たくなっちゃいますね、出発前にね。そう、まず鍵がおしゃれだよね。見て、ここにちゃんとほらミニって入ってます。なかなか結構なサイズ感です ね、 ね、そう、大きいんだけど、でもね、嫌味じゃないよね。でここはさ、スマホワイヤレス充電できるんだよ、ここに挟んで。あ、なるほどなるほど、なんかタブレット置けそうなぐらいの大きさだよね。そうですよね、これね。ね、ほんとだ。へえ。そして一等地にはドリンクホルダー。ドリンクホルダーありますね。そしてこの何とも言えないおしゃれな、何ですかこれ、ね、これ何ですか、小物入れみたいな。いきます、パカ。あーなただこれだけのためにこんなにあしらってしまうわけですねそうなのよ。いやー、おしゃれよね。そして見上げればですよ。そう、これこの円盤型の有機 EL ディスプレイ。もう何なんですかこれ。これ円盤型のやつは世界で初めてなんだって、うん。丸いっていうのなんかこう気持ちいいですねこれ実はまあミニといえばここに昔からね、うん、そう、こう最初はメーターをアナログで置いてたんだけど、そうでしたね、そうでしたね。だんだんそこにいろんな情報を出すようになってきて、うんうん、もう皆さん散々お好きな方見てらっしゃると思いますけど、ほらもうすごいね。もうほらエアコンだってさ、こうやってこんな風にさ、色でほらね、ただのタブレットをここに四角いやつを置かないっていうのがやっぱミニですよね。そうなのよ。ほら走行データなんかも出てくるし、うんうんうん、あと何、ほら、あ、車動くんだ、ほら、ほらほらほらもうそう、ここでお見せしましょうね。外観こんな感じです。外観こんな感じです。スルッとしてほら可愛いでしょ。可愛いよね。エクスペリエンシーズって書いてあるんだけど、あ、これ、はいですね、これやると見て、こうやってさ、メーターのテーマが変わったりするし、ね、これはエコモードか。あとはタイムレス。タイムレス。じゃん、ほら。すごい。これなんか昔、ね、そう、デジタルでこのアナログな表現をするっていうね、バランス。私これちょっとびっくりしたんだけどさ、はい、なんとね、これ運転席座ってるとなんか背中のマッサージ機能が動き出すんだよね。今動いてんですかこれ。そう、私動いてる。助手席ついてない？助手席は僕が不干渉なだけじゃないと思いますけど。じゃあ運転席だけついてるのかもしれない。あ、なるほどね、なるほどね。そう、こうウィーンって動いてるのよ。はい。で、個人的に一番好きなのはね、はい、ゴーカート。おお。ヤッホー。ご機嫌な走りを見せてくれそうな。ヤッホーってやつですね。そう、まあミニといえばゴーカートフィールと言われるもので、うん、やっぱ走る楽しさをね、うん、ずっと追求してきたブランドなんだけど、ちゃんとそういう要素もあるわけですよ。ということで皆さんもう走りなんて気になってないんじゃないかなと思いますが、はい、早速行ってみたいと思います。じゃあ首都高を乗って、うん、ちょっとプチドライブ行きましょうかね。そうだね。はい、よし、じゃあ行きます。いや、しかしこれハンドルちょっと太くないかこれ確かにゴム太ですねそうなんだよね。まあステアリングはギュッと握るより添える方が、うん、ステアリングのこのフィーリングが分かりやすいっていう意味ではね、まあ、正しいっちゃ正しいんだけど、 BM のね、あの M とかも太いなと思いましたけどこれ見え、こ
これ歴代1位だよね。歴代1位だと思いますよ、この太さは。本当にすごいよ。はい、ということで、車両スペック見ていきたいと思います。3気筒のターボです。出力156、最大トルク230Nm でございます。トランスミッションは7速 DCT ですね。車両重量は1280kg、まあ、つまり3気筒の 1.5 リッターのガソリンエンジンにデュアルクラッチトランスミッションだよね、うん、そうですね、ね、組み合わせております。定員は4名ですね、4名ですね、はい。まあ、ね、登録者コンパクトカーでも5人乗りっていうのは結構あるんだけど、うん、これはあえて4人乗りになってるっていうことですよね。そうですね、はあ、やっぱみんなミニ好きなの分かるな、これ見るとねえ、なんかさ、ミニってコンパクトカーって世の中にいっぱいあるんだけど、はい、小さな高級車なんだよね。そうですね、ね、でミニってコンパクトカーっていうよりミニですよね、やっぱね。そうなんだよそうなのよ。カントリーマンは、あのクロスオーバーから名前が変わったカントリーマンは結構大きくなって、うん、SUV ですみたいな感じですけど、うんうん、これはやっぱちゃんとミニにしてますもんね。そうだね、やっぱミニってこうちょっとした意外性みたいなところで驚かせるっていうのも、うん、なんかブランドのテーマの一つじゃない。そうですね、いくら BMW 製になったからといってミニらしさは忘れないわけですよね。そうなんだよね、いやだからこのステアリング一つとってもさ、ちょっとここまで太くなくてもいいんじゃないかなとは思うんだけど、うん、でも基本的にはこうさ、うん、ホームパッドがあって、はい、でミニのさロゴが、新しいロゴが入っててさ、うん、でその色もさちょっとブロンズっぽいシャンパンゴールドみたいなさ、そうですね、繊細なね、ディテールなわけですよ。これおいくらするんでしょうね。396万円スタートがね。でオプションついております。今現状ミニで一番安い車が396万円なわけですね。まあ高くなったよねそうだよね。そしてこれにオプションがついております。65万円分のオプション、まあ、ミニはいくらでもオプション乗せられるから ね、 そうですね、オプション野郎ですからねそうセットで461万円か。もはやプレミアムのミニを買うってなるともしかしたらちょうどいいのかもしれない。この上にね、うん、S とかもしくは電気自動車もあるわけですね。あ、そうそう、電気自動車があるんだよね、うん、結構電気自動車高いし S も結構高いので、これをちょっとカスタムしておしゃれにしていくみたいなのはちょうどいいかもしれませんね、うんうん、そして私の背中のマッサージ機能はまだずっと動いてるんだけど消してほしいですねこれね、止め方が分かんないんだよねこれはどうやって止めたらいい。ああ、出てきた、出てきた。あ、じゃあそう設定で、あ、残り20分すいません、面白いとりあえず20分経てば止まるのかな。あ、でもこれでオフにすれば、あ、そっか、これで、あ、ん、どうですか。あ、あ、シューってなった、シューってなった。あ、止まりました、止まりました、止まった、止まった、やっと止まった、よかったです、やっと落ち着きました、落ち着きました。はい、はい、じゃあ改めて乗り味とかね、その辺ももちろん確認していきたいと思います、うん、そうだね、はい、まあ3気筒だからといってやっぱり BMW グループってさ、やっぱ BMW そもそもさエンジン屋さんじゃない。そうです ね、 ね、だからそういう意味ではこのエンジンすごくトルクもあるし、うん、なんていうのかな、この DCT がデュアルクラッチがすごいレスポンスよく次のギアにつないでいくので、うん、なんかね結構リズミカルに車速をこう乗せていける感じ。街中不足感は当然ないですね。ない、ただ結構重厚感があるね、うん、ハンドル握っていてすごいこう直進性みたいなものをすごい意識させる、うん、このステアフィール、なるほど、すごいしっかりしてる感じもあるし、うんうん、ちょっとこう切る感じでもなんかこう手応えはしっかり与えてくれる感じ、うん、今ちょっと切っただけで車すごく動きますね、やっぱ、ね、だ結構クイックなのかもしれないですね、ステアリングのギア比は。へ、下こ乗ってみましょうか。はい、乗ってみます。乗ってみましょう。でこうアクセル踏んでちゃんとこうね、こうトラクションを得ていこうとする感じとか、うんうん、あーって感じ、もドライバーと1対1で車がこうね対話してる感じっていうのありますね。 もうありますか、ここに来るまでで、うん、ある。はー、すごいね、見に行ってね。よし、じゃあちょっと車線変更。うん、結構力強いですね。結構あるじゃんこれ、ね、何馬力でした。トルクはでもそんなめちゃくちゃあるわけ、230、あ、まああるか、うん、結構出てますよ。1280キロで230ニュートンメーターだったら結構ちゃんとトルク出てますね、これ。
これね。そうなんですよね。いやでもまあスマートですよ、うん、スマートスマート暴れたりしないし、うん、リアサスはトーションビームじゃないわけですよねこれね。そうそうそう、うん、だからカーブですごくこのなんていうのかな、タイヤが路面を離さない、うん、横方向に力がかかると、うん、やっぱタイヤってねこうわずかに接地性が薄れたりするんだけど、うん、なんかそういったところがすごく路面の追従性がいいですよね。そうですよね。でもね、一つ不満な点はね、一つ不満な点がある。私これパドルシフト欲しいなってやっぱ思っちゃうね。パドル好きね。まあ藤友さんはね、やっぱパドルがないとたまに僕見てるんですけど、探ってる時ありますよ、ね、うん、ある車によってですよ、もちろん車によって、うん、あこの車だとパドル使ってキュンキュンキュン行きたいなみたいな時、こうなんか指がそうだよね、ないなかったこれみたいな。そうそうそう、うん、一応こうね確認するんだけど、そうですね、なんかその方がよりこうリズミカルに楽しめるかな。特にこれねやっぱここにシフトもついてるからさ、あそうかそうか、そうマニュアルのコントロールっていうのはできないわけだけど、できないわけですよね。なんかこうトラクションがふっと欲しくなった時に、うん、なんか長い下り坂とかさ、うんうんうん、なんかそういう時にパドルがあってシフトダウンを自分でできた方が、うん、なんかよりいいのかなっていう気はしますよ。そうですね、ここにもね L っていうのはありますけど、まあやっぱ手元でやりたいですよね、やっぱ ね、まあ、もしかしたら他のグレードとかだとつけてくる可能性はあると思うんだけどね、うん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 、まあこのグレードはついてないと。そうですね、まあでもこれだけ走れる車だからあってもいいなとは思う。そうですね、うん、いやでもこういうね首都高も分岐がいっぱいあって複雑なんだけど、うん、結構見やすいですよね、こう。いやいや、この外観から想像するにもっと狭苦しいのかなって思ってましたけど、全然そんなことないですね、やっぱ ね、 ねやっぱミニのいいところって、うん、まあ、デザインコンシャスに見えるんだけど、うん、でも運転席に座ってしまうと意外とこの車両感覚が捉えやすいっていうのがすごくいいところで、うん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 、でこの A ピラーがさすごい立ってるじゃん。これがいいですよね、やっぱ ね、 ね、うん、まあ、前よりは少し寝たのかもしれないんだけど、うん、まあ、今空気抵抗とかねいろいろ考えていかないと。そうそうそう、外から見ると結構寝てるんですけど ね、 ね、でも運転席っていうかこの中から見ると立ってて、あの視界ちゃんと見やすいっていうのはいいですよね。そう、これ立ってると、まあ、これこの今の運転席の位置から見ると、うん、交差点の右左折で、うん、人とか自転車の状況がこう意外と見える場所に、ね、近くになりにくい場所に柱があるとかさ。そうですよね、そうですよね。 あとは車両感覚、車幅感覚って捉えられないと不安に思うじゃない、うんうん、でもなんとなくこのサイドの位置っていうのが分かりやすい感じがする、うん、乗りにくくないですね、このミニはね。そうなんだよね。だからこの運転不慣れな人でも、うん、なんかこう乗りこなしやすい感じっていうのはいいですよね。秋崎さん似合いそうですけどね。本当ですか、何でもそうやって言うんですよ。そんなことないよ。いやでもミニのすごいところ、私もコンパクトがいっぱい乗ってきたけど、はい、でもやっぱりねオプションの豊富さ、うん、ああそうですね、もうこれはスーパーカーレベルだよね。選べまくりますもんね。そう、もうさものすごい何万通りとかさ、そう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 、ちょっと数えたことないけど、うん、もうねこういった内装の素材シートのパターンとかさ、そうですね、ね、そういうの組み合わせがものすごくあるじゃない。なんかこう魅力的なんですよね。そう、 いちいちそう、いやこれにしてもこっちもいいなみたいな、うん、結果どれにしようかなみたいなことになるんですけど、いや本当そうだよね、だから皆さんもホームページでこのね、コンフィギュレーターっていうかさ、選べ、ね、自分でこう設定できるやつがあるんだけど、うん、あれやり始めたら楽しくなっちゃうよね。いや本当ですよね。だからそのミニ持ってる人はたくさんいるけど、うん、自分だけの1台みたいなものが作れるっていうのがいいですよね、うん、まあ、それがやっぱ人気の一つでしょうね。ていろんな自動車メーカー真似してますからね今ね。そうだよね、それをね、確かにそうだね。そう、ミニになりたいブランドもいっぱいありますからね。うん、やっぱこう際立つというかね。そうそう、誰でも知ってるブランドみたいな。うん、BMW うまくやりましたね。いや本当そうですよ ね、 ね、あの時買ってなかったら、うん、ミニは当然なくなってたと思うし。そうで今はまあ BMW とモデルによってはプラットフォーム共有しながら、うんうん、まあ、ミニとしては結構ボディサイズも大きくなっちゃってはいるんだけど、まあ、そこがね昔からのファンの人とはどうしたんだよっていうところかもしれませんけどね、うん、まあでももうかなり時間が経ってだいぶその、ね、BMW ミニのイメージも定着して、うんうん、でもそれによるメリットもあるし、そうですね、ね、その快適性が上がってたり運転支援機能なんかもさ、うん、
ね、うまく共有しながらやれてるし、やっぱ幅広い層に刺さるようになりましたよ ね、ナビゲーションなんかもそうだしね。そうですよね。これはこれ見ただけでこれ見たらうちの嫁さん何この可愛いやつってもうめちゃくちゃ反応すると思う。そうだ、なんかそのちょっとしたワンポイントだけ見ても、うん、なんかギュッと心つかまれちゃうような、うん、こだわりばっかりこうある感じですよね。いやでもこう穏やかに変わっていくね、うん、穏やか、そうピッピッってこう動くというよりは、もう一回車線変更するよ、はい、でスーッとこう穏やかに、もう大人になりましたねミニもね。そうすっごい大人っぽいですよ ね、 ね、いや前のねモデルもすごい大人っぽくなってたんだけど、うん、なんかさらに洗練性は増しましたよね。そうです ね、 ね、まあでも電気自動車もあるじゃん。ありますね。あるんだけど、はい、あれ似ているようでさ結構違うんだよね。サイズ違うし、まずプラットフォーム全然違うんですよ、うん、だってホイールベースも違うわけでしょ。そう、あれってね、そうなんだよ。ものすごいクリソツなんですけど、そっくりなの、そっくりなの。詳しくない人見たらいやいや同じ車でしょって言うと思うんですけど、うん、いや僕も正直あの会社の前に停めててこれガソリンの方なの電気なのって分からなかったんですよ。そうだから今この現時点を切り取ってみれば、うん、まあ、エンジン車も選べるし、はい、あのバッテリー EV も用意されてるし、うん、まあ、自分が選びたい方を変えるっていうその選択肢を用意してるっていうのはいいですよね。そうですね、うん、ミニ欲しくなった方いらっしゃいますか。いやいっぱいいるでしょ。いや絶対これだってもうまずデザイン見ただけでも、うん、惚れ惚れしちゃうもんね。そして今ちょっとこう速度乗せましたけど、はい、いい感じですね。いい感じ、いい感じですね。なんかねやっぱ音たびた走りになってんだけど、うん、なんかホイールベース短いコンパクトカーっていう感じが一切ないね。ああそうですね。なんかこう BMW で言ったらさ、うん、なんかこう3シリーズぐらい乗っていただいたぐらいのいや本当そうですね。ね、安定感、うーん、これすごいですね。まあ、ちょっとこのステアリングやっぱ太いな。新型ミニのバツはステアリングがちょっと太いなっていうことが分かりました。あ、まあ、これね、あのスポーツステアリングですから、うん、このオプションフェイバードトリムつけなければ、うん、この多分普通のステアリングになると思うんで。あ、そっか、はい、それが選べるのだったらいいですね。そうですよ ね、 ね、というわけで試乗編この辺にしたいと思います、はい、駐車場に着いたらちょっと内外装ね、見させていただこうかなと思います。思います。では、BMW 東京ベイ着きましたんでちょっと内外装を見ていきたいと思います。思います。ご覧ください。はい、ミニです。この新世代のデザイン、ミニです。なんかすごいプレーンなイメージになりましたよね。やっぱ皆さん僕のつるっとした感じっていうのは共感いただけますかね。ねえ、なんかこのライト周りもものすごいシンプルになって、うんうん、まあ、基本的にこのベゼルの部分はブラックで、そうですね、でもなんか多分おそらくこの機能的であるんだろうけどこのデザインされてる感じがすごくこの質感でうまくコントロールしてますよね。そうですね。見えるかなこれね。見えてますかね。見えてますかね。あ、見えてます、見えてます、はい、はい、すごいおしゃれ。うん、ミニですね。であとはやっぱりねこのミニといえばここをねぐるりと囲う、これも一つのちょっと間抜けな感じもまたいいわけですよね。そう、これも愛嬌でね。うん、これシャンパンゴールドなんですねここね。そうなんですよ。やっぱこのディテールがねすごく素敵ですよね。お似合いですよ。あ、本当ですか。いやいや本当に嬉しいです。さあそして、はい、このね横見てみましょう。横見ていきましょう。このホイール、ホイールもシャンパンしてますね。ねえ、ここもまあコーディネートされてますよね、この仕様は。あ、これがネクセンなんですね。あ、そうそう、ネクセンタイヤ。N フェラスポーツ。スポーツ。やっぱスポーツラジアルなんだね。あ、そうですね。で、サイズ的には21545R17 でございます。はい。で、横を見てもやっぱりつるっとしてる。もうこれはまあ説明不要なんじゃないですかね。ここね、こうぐるっとこうラウンドしてる感じ。そうですね。ちなみに全長は、はい、3875mm、はい、全幅1745。あ、
これはさ機械式駐車場でも1800とか1750とか、うん、1850とかあるけどそういうやつに収まりやすいサイズですね。全長も4メーター以下ですからね。そうでちなみに全高高さは1455ミリでございます。ちょっと宇藤さん横並んでもらっていいですか。私身長162センチです。やっぱ車ってねこういうサイズ感だと思うんですよね。ね、なんかこう頭ちゃんとルーフから出てる感じ、最近 SUV が多いからね。そうそう必ず頭の上じゃないですかルーフって、はい、これはいいですね。うん、やっぱおしゃれだし、はい、であとねホイールベース、はい、前後のタイヤの間隔は2495ミリ。全長の割にはホイールベース長いっていうのが特徴ですね。そうですね、まあうん、ミニはもともとねこのボディの四隅にタイヤを配置する感じのレイアウトが多いんですけど、そうですね、まあでもね2495ミリ、ほぼ2500ミリだと考えれば結構長いですよね。うん、ですよね。後ろ見ていきましょう。はい、はい、リア周り、リア周り、あこれもまた特徴的ですねリアがね。そうで最近のミニってそのイギリス由来のブランドなので、はい、ユニオンジャックをいろんなところに使ったりするんですけど、うん、これもなんかねよく見てみるとねこれ実はそうなんですよね。そうなのよ。あ着きました。これ今ブレーキウィンカー、はい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 、こんな感じです。ユニオンジャックにはあんまり見えませんけどねなんかそのユニオンジャックの一部をなんかこう、うん使ってる感じはするよね。そうですね。ねえ。あ、アンテナは未だにロッドなんですね。これね。あ、本当だ。くるくる回しですね。本当ですね。じゃあ洗車するときはじゃあ、ね、洗車機入れる人はね、こう機械式駐車場入れるときもひねらないとダメだね。そうですね。うん。いやーでもおしゃれ。おしゃれですね。じゃあちょっと荷室せっかく後ろにいるんで行ってみましょうか。荷室見てみましょう。荷室。まあ、開けるときはアナログタイプでございます。はい、我々の荷物積んでありますが、まあミニですよこのサイズですからねまあそうだね、うん、まあ、幅はまあまあ、まあ、奥行きはまあちょっとねこれぐらいっていうことで、まあ、日常のお買い物レベルだとそうです、ね、まあ、積めるかな。こんな感じでございます。はい、はい、じゃあ開けますよ。はい、行ってみましょう。まあ、基本的に3ドアのモデルということで、はい、まあ、2枚横にはありますが、うん、こんな感じで開けていきます。これがさっき言ってたあれですね、スポーツシートですね。そうですね、ジョン・クーパーワークススポーツシートとかいうやつ。形状は確かにスポーティーなんですけど、この下って、うん、フジットモスさん、もうほんとシャレってるよ。いや質感高いですよね。質感高い。あとほらこういうさ、うん、なんかパイピングっぽいやつの色使い、うん、こういうセンスは誰が考えてるんですか。このインパネと、そうなのよ、このインパネと見てこれ千鳥格子みたいになってるもんだって。ここ、このインパネとこのシートとグラデーションでね。じゃあちょっと後ろ乗ってみますよ。あ、そうですね、後ろでしたね。じゃあこうやってやると、あ、これ見て電動シートでございます。電動で、あ、ウィーンと、本当だ本当だ。で足元がちょっと開けて結構ここ開いてますね。乗り込みはこんな感じですね。こんな感じです。若干当たるけれどもって感じですね。そうですね、はい、まあこうやってちょっと閉めていくと、まあ、閉める前にちょっとここ2人乗ります。2人乗ります。はい、2名、はい、で真ん中にちょっと垣根があって、垣、あ、本当だ、こんもりしてますね。はい、でまあこう支えられるんだろうね多分ね、うん、あとは見てアームレストみたいのがついていて、アームレストがついてますね。そう、ここでちょっとこの何、私もこうやって肘を置いていられるっていうか、うん、ね、こうやって体を支えられる感じ。まあ、足元は、はい、あ、でもね、つま先が入るスペースはあるので、あ、ここ結構入るんですね。そう、まあ、ここね、原稿地1個ぐらいしか入んないけど、うん、私の身長だと。まあでも、ね、どうですか、座った感じどうですか。うん、でもね、ここのガラスが意外と横に開けてるから。あ、本当ですね。そう、意外とね、その息苦しい感じはしにくい。ただ前の座席このシートだとヘッドレスト一体型だから全く見えませんね、前はね。そう、結構ねここは閉塞感あるかな。うん、でも体周りは意外と2人だけに限られてるので、うんうん、まあ、シートの素材もすごくね、前席と同様のものを使われてるのですごくいいですね。ただドリンクホルダーは1個しかありませんので、ドリンクホルダーは譲り合いの気持ちを持ってそうお使いくださいと。だからみんなでコンビニとか、ね、スタバとかでコーヒー買っちゃうと誰かがこう持ってなきゃいけないっていう、ね、状態になりますね。お気をつけくださいと、はい、ペットボトルにしてください。はい、はい、ということで新型ミニ買ったぞという方もしいらっしゃったらコメントください。ください。ありがとうございました。ありがとうございました。